骨子作成の方をやっていきたいと思います。まず、質問 A の部分ですね。質問 A の部分は大きく1.1と1.2に分けます。一章として、プロジェクトの特徴と本番稼働間近で発見された問題点というところを書きます。プロジェクトの特徴は、まあ、プロジェクトの概要とあなたの立場。 というところもちろんプロジェクトマネージャーですねそして納期何年何月にリリースしなければいけない理由というところを特徴として書きます一点に章として本番稼働間近で発見された問題点というところで稼働日ここ納期と絡めていつの工程今回受け入れテスト工程だと思いますのでそのいつの工程の何年何月なのかというところを具体的に書いてその具体的な問題 具体的な機能名も絡めて書くようにしてくださいそして解決が困難と判断した理由というところを書いて2章につなげます2章の方は問題の状況の把握と影響分析及び暫定対応策というところを書く必要があります 2.1章として問題状況の把握と影響分析というところで誰にどのように影響分析を指示したかというところとどの機能に影響するかさらにエンドユーザー目線では運用的にどのようになってしまうのかそしてそれをどのように分析したかというところをいつ誰とどのような影響が出るかというところを具体的に書くようにしてください。 そして 2. 2章、2.2書。この分け方は人によって違うと思いますけど、ここで問われている内容というところを漏らさず書くように、こっ作成をしてください。 そして2.2章として暫定的な稼働を迎えるために立案した問題に対する当面の対策として暫定対応方針というところとここ重要ですね関係部門との調整内容合意事項というところでこれも誰といつどのような内容を合意したかというところを書きますそして設問うに関してはそして3章としては対応策の実施状況と評価と 今後の改善点として3.1章で対応策の実施状況と評価で意に絡めて意の内容を実施して基本的にまうまくいきましたというところを書いてその実際に実施を行った利用部門の声も絡めて書くと臨場感が伝わると思いますそして3.2章でまずそもそもこのリリース間近になって 手戻りが発生するというところも微妙なので、そもそもその受け入れテスト段階で分かったことが大きな手戻りでした。なので、もっと早い段階で発見するにはどうすればよかったかというところを絡めて書くといい論文になると思ってください。以上です。